7日金曜日の全国のお天気をお伝えします。前線が通過する影響で広い範囲で雨となりそうです。朝の時間帯は西日本や中部エリアで雨足が強まる恐れがありますので、通勤通学の時間帯注意をしてください。前線は次第に東の方へと移動してきます。関東ではお帰りの時間帯雨足が強まる可能性がありますので、こちら注意が必要です。また西日本方面は次第に雨が止んで日差しが出てきます。傘の置き忘れに注意をしてください。気温について見ていきますと、朝の気温は高くなります。東京は17度、札幌は9度の予想です。日中の気温を見ていきますと、西日本から東日本にかけては20度前後のところが多くなります。日差しは乏しくなりますが、日中は過ごしやすい体感となりそうです。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリで確認いただきます。